さあこちら、こちらね、安かったから買ってきました、はい、安かったから買ってきましたこれ、リアルグレード、MS06S、通称シャア専用ザクのリアルグレードでございます。定価がね、今税込み評価なん、表記なんで2750円、たっか2700円も払うのみたいなところなんですけどね、このねバンダイマークのついてるバンダイナムコ版っていうのが今すごく値崩れしておりまして、はい、あのね買い取りがまず安いねん笑いながら言ってるけど買い取りが安いねん。なんで買い取り安いのって言ったら、あのね買い取りが安いのはもうリサイクルショップとかがね、もう在庫型、要は在庫が多いねん。まあいっぱい在庫があって、で誰も買えへんから誰も買わないんで在庫型なんですよ。んでとうとう一定の在庫抱えた店は早く現金化しなあかんからな、早く現金化しなあかんから、まあ僕みたいな人間にやな、安く買っていってくれと人は言うね、うん、でちなみにですよ、これは2000円しないです。2000円はしなかったですよ、はい、いつどこでっていうのはちょっとまあ言えないですけど、2000円はしませんでした。ありがとうございます、はい、2000円しなかったらね、2000円しなかったらこうあるで、本物のシャアザクを組み立てる喜び、はい、2000円しなかったらね、はい、これでこのね、リアルグレードのザクの弱点があるね、これ実はリアルグレードザクの弱点、これはね何かって言ったら、あのね動力パイプに使ってるスプリング、要はコイルスプリングがこの中に入ってんねんけど、このね動力パイプのコイルスプリングが錆びてきてちぎれるという現象があります。ちぎれるねんこれあんねん、これ実はこういうスプリングがちぎれんねん、これ錆びて、特にクリア拭いたりして、その液がかかったところからね錆びてきて、動力パイプがちぎれるねんこれ。で動力パイプちぎれたらどうするのって言ったら、もう答え簡単で、どっか量販店かなんかに買いに行かざるを得ないねんな、もうこうなったら。であんまりね僕はおすすめしないキットなんですけどね、安かったらまあこういうのはあるかなって。これね中こんな感じ、はい、これね説明書はねバンダイナムコになってからだいぶ説明書の中身も変わってるよこれで。ねこのねリアルグレードのザクは正直ね、特定の範囲だけよく動くねんこれね特定の範囲だけ。これさえねこれシャーザクキックやねんけど、明らかに足の位置がおかしい。ザックのキックがこの辺ぐらいから足出てなあかんやん。ちょっと下の方やねんな、関節軸のために。これちょっとおかしいで、このポーズとか。これはいけんねんな、膝立ててしゃがむのはなんとかいけます。これ一応説明書に嘘は書いてないっていうことを言いたいねんな。たまにあんねん、この作例はとかで下に小さく書いてある時あんねんけど、これうん。でここが違うねん、バンダイナムコになってから。ここバンダイナムコ版になってからは品番と電話番号が僕らが電話代払わなあかん、フリーダイヤルじゃないねん。これ優しくない会社やねんな、これ。一説にねこの0570とかの電話番号をつけてる会社は優しくないよ。で優しくない、なんでって言ったら電話代僕らが払わなあかんねんけど、これをね逆手に取った言い方すればですけど、このね
0570にした会社、もしくは電話番号がない会社っていうのは基本的にね、あのクレームが多い会社もこういう電話番号やね、あの文句言われる確率が非常に高い会社ね。要はあれやろ、世間で言う文句ばっかり言われる会社になると有料の電話番号になったりとか、下手したら電話番号がなくなったりするね、なくなったりするね、これ一応これね、でまあ一応リアルグレードなんで、まあこういうの見てみようやっていうことで、僕もさっきちょっと見てたのよ、これここね、まずは頭ね、モビルスーツ本体のカラーリングは量産最終的には塗装が施されるため、いわゆるボディカラーはある程度任意に変更できる、逆に言えば透過性やなの高い塗料であっても部位による構造や表面処理などの違いによって色合いの異なることがある。つまり装甲の金属素材の相違により色彩には移動が生じるのである。実際には量産機ともなれば同一の公社施設であっても組み立てに至るまで別のラインで製造されることが多いので、ロールアウト直後であればこそパーツごとの色合いが異なると考える方が合理的である。特にモビルスーツは可動部が膨大な数に上る戦闘兵器であり、機体全体の均一な塗装こそ至難の業と言えよう。一般に可動部分は内部構造が露出しやすく防御面では大きな不安が生じる。そのため最終走行は内部構造の露出面積を可能な限り削減するよう配慮されている。またバーニアスラスターの燃焼機関部は特に高い防御能力が求められるため、高い金属強度を持つ装甲を配置する必要があり、なおかつその周辺には絶対0度から数千度に至る温度変化や破損、改修に伴う高い整備性も要求されていくのである。 MS-06S、 いわゆるシャーザクを例にとると、その装甲各部には F 型の装甲と比較して科学的により密度の高い金属素材が開発使用されていると言われている。軽量化と堅牢さは相関関係にあり、同一の原材料であれば一般的に薄く軽くなると強度は低下する。逆に素材強度が向上すれば薄く軽くできるのである、ね、ザクの装甲にはガンダムが採用していたルナチタニウムのように軽さと硬さを合わせ持つ破格の新素材は採用されておらず、単純に超硬スチール系合金の強度のみを向上させた部材が採用されていたとされる。生産拠点によっては超硬張力鋼系の装甲を採用していた機体もあったと言われている。金属素材は基本的に硬度硬さが高くなれば、危うくなる、いわゆる、属性粘り強さが低下するのである。そこで形状を変えたり別の素材と重ね合わせたりする必要が生じる。通常の F 型ザクとシャーザクの装甲の違いはそのようなもので、極論すればパッチワークの組み合わせの違いに過ぎない。しかも機動性を損なわないからといってその新素材が機体全体に使われることもなかったため、機体色は F 型に準じたパネルラインの部位によって異なるカラーリングとなって現れるのみであったようだ。これね、何を言うてんねんっていうことだけど、リアルグレードの二色成形のことを言うてんねんよな、これ。頭部ユニットは、これな、基本的にモノアイや通信回路などのチェックに必要なアクセスパネルによって、構成されており、コンピューターフレームの冷却機能やモノアイの光学装備は刺激することにチェックされる。特に 06S、シャーザクのアクセスパネルは、強化された通信用の専用回路が組み込まれていたため、頻繁に開閉されていたようだ。胸の部分は、メインジェネレーターおよびコックピットを含む制御機器の集積体である。熱核融合炉の稼働状態や基本で機体レスポンスのチェック用のアクセスパネルはもちろん、監視プログラムが常に走っている。全身をくまなくチェックするオーバーホールは
専用の設備がある場合に限られ、定期メンテナンスは大掛かりなものとなる。特に 06S タイプは 06R タイプほどではないものの、オーバーヒートを起こす機体も多かったとされるが、パイロットの練度ゆえか、シャーザクはほとんど通常メンテナンスで済んでいたと言われている。まあこれね、ザクって結構危ない構造やねんな。ザクって。そやろ、コクピット、ここあるやん、コクピットの下に、コクピットの真下にやで、核融合炉があんねんで、熱核融合炉が。ザクって、そやで、ザクってね、コクピットの下に、言うたら悪いけど、原子力発電所があるみたいなもんやん。自分の家の下やん。自分が住んでるとこの下に、原子力発電所があるような作りやねん、ザク。怖いな、これ。腰部分やな。ザキ、ザクのみならず、ほぼ全てのモビルスーツにおいて、最も負荷のかかる部分であり、特に16課では常に上半身の支柱を支えるため、構造疲労が進みやすいウィークポイントだった。そのため、関節の構造や動力系のアクセスパネルは複数の箇所に、設けられており、致命的な破断や機能障害などの兆候がないか、最優先でチェックされていた。特に股関節の脱着機構は高度にシステム化されており、ここね。スカートアーマーを含む腰回りは最前線の最低限の設備でも確実な整備、乾燥が可能であった。太ももやな、シャア専用ザク MS-06S と通常の F との差異が、盛り込まれたユニットである。プロペラントタンクの増量に伴い内部容積を増やすため、外形が異なっているのである。ただし F 型の基礎フレーム自体は変更されておらず、動力パイプのターミナルや走行圧の削減、タンクの形状の調整などによって稼働に支障がない程度の変更に止まっている。え、太もも大きいの、シャーザク、えみたいな。これ足、下の足の部分やな。特に16課において酷使される部位であり、ザクの、移動能力のほぼ全てを賄う最重要ユニットである。また F 型よりも推力の高いスラスターユニットを装備していたため、特にバーニア周りの走行が強化されている。無論その機関部周辺の走行はさらに強化され、足の部分の消耗の激しい部位であるため、乾燥や整備のためのハッチやパネル、走行の形状なども配慮されている。特に16課では土壌や植物などの、ホコリやなが侵入することも多く、これらを除去するためのハッチのみならず、走行の取り外し自体が、簡便に行えるようなパーツ構成となっている。バックパックは基本的に06系に共通の仕様となっており、主にラジエーターの乾燥が前提として盛り込まれているため、 F 型との形状的な差異はほとんど見られない。ただし冷却システムや燃焼ユニットは大型のバーニアスラスターに対応した仕様のものと、乾燥されていることは言うまでもない。はい、ということで、これだけザク、ね、もう他は言えろ。そうやと思ったんが、このリアルグレードってね、リアルグレードのザクって5本指なんやな、よう考えたら。さあ5本指やったんや、確か。それで、ここ、どっかあんねん。5本指。このアドバンスド MS ジョイントで5本指やねん、これ。1本ずつの指がポロポロ外れるやつやねん、仕様が。な。んで、動力パイプ。これな。ここはまだええやん、これ。腰んとこは。足や、足。足がね、具合悪いのよ、足のとこは。僕もだから、僕が持ってる手持ちのやつでやで、大阪帰った時見たら、動力パイプがバスンでちぎれて、動力パイプがちぎれてやで、これコイルスプリング入れるやん、これが錆びてちぎれてね、動力パイプのパイプがね飛び散ってたやつあったもんな。何年前の話やねんみたいな感じやけど、結構ある。これは。これ。
色違いになってりゃ2色になってるな、この2色になってんのがなんで2色になってんのかっていうことを今の説明書で言いたかったんやろ、バンダイが。これまあこのキットはね、あれでリアルグレードはね、まあ安かったらあるな。もうリアルグレードっていうのの価格帯のメリットってないやんか。まあ極論やけど、この当時やったらザクって1000円やったんよな。最初700円やってんやん。700円やったハイグレードが1000円になって、でいつの間にか新しくなったザクが、新しくなったザクが1600円とか1800円になって、でオリジン版やん、オリジン版のザクになったら、オリジン版ザクになったら2000円突破してるやん。2400円とかなってきたら、もうリアルグレードの2500円って、このリアルグレードの2500円でどこ吹く風やもんな。もう悪いけど、いつの間にかうまいことって言ったら、うまいことって言ったらあれやけど、いつの間にかやで、値段が突出して高かった、小さいザクやのに値段がめっちゃ高かったのが当たり前の金額だじゃなくって、とうとう追い越してもうたやつあるもんな、これを。これをで追い越して、単純な構造でオリジンのザクなんか、そうやん、オリジン版ザクとかなってきたら、もうリアルグレード追い越してやんか。追い越して、結果メーカーバンダイとしては、バンダイとしてはこのリアルグレードのザク自体が儲かれへんもんになってもうたやん。2500円っていう金額が時代に追いつけへんねん。で人気がなくて、人気がなくなって、で最後は再販もかからへんみたいなね。何年かに1回ぐらいの頻度やろ、リアルグレードって。これリアルグレードのザク、僕はちなみにやけどな、この出始めの頃やな、出始めた頃にだいたい1500円ぐらいで買ってんねんか。リアルグレードやったら2500円の定価として、消費税別でね。だから1500円で込み込みや、税込みで1500円の込み込みぐらいやったら、まあ買っていこうかなって買ってて、これはたまたまね、スピリッツの青色やけど、僕が持ってる所有してるやつはもうほぼ全部赤色、ここのここが赤色で、量産型ザクも、これもシャーザクも全部赤色やねん。中にチラシも入ってて、でこのザクシリーズで持ってるって言ったら、プレミアムバンダイ、プレミアムバンダイで買ってたRザクやな、黒い3年生の R ザクを3個単位で、3個専用ベース、3個専用ベース、3個専用ベースで買ってて、最後にね、1個か2個ぐらい、新松永、白やな、新松永を2個ぐらい、ジョニー・ライデンはね、組中のやつやな、組み立て途中のジョニー・ライデンかなんかを500円か1000円ぐらいで買ってきて、それがあるぐらい、正直。このリアルグレードも、このザクもね、バンダイっていう会社からしたら、今のバンダイな、令和6年のバンダイっていう会社からしたら、これの2500円っていうのはね、コストパフォーマンスが悪いねん。コストパフォーマンスが悪いねん。正直言うだけ悪いねん、コストパフォーマンスが。で、再販しないねん。ほとんどしないって言ってあるけど、当たってるぜ、多分。これはね、ちなみにやけど、まあ、見たいっていう人がいてんやったらと思って、2.0 と並べるためにね、見たいっていう人がいてんやったら、こっちに置いてあるやつも、やっぱり動力パイプやな。足の動力パイプがね、あれなの、コイルスプリングがちぎれてるやつが、多々見られんねん。この当時のやつは。コイルスプリングがちぎれてんねん、なんでか。んで、足の動力パイプがあーってなってるやつが多いから、まあまあ、あれ、直す方法って言うたら、多分、コイルスプリングやめて、コイルスプリングはやめて、ビニールチューブみたいなの買ってくる方がええかもな。
同じ太さのビニールチューブを、うん、ビニールチューブやったら抵抗ないからいけると思うんだけどな。最初からそうした方がええと思う、多分、うん、腰と頭の動力パイプは正確に言うと動かすところでな、腰とか頭を動かすときに抵抗になれへんやろ。足はどうしても負担がかかるからな、うん、ビニールチューブにするべきやと思うで、うん。